野坂秋雪10月10日から2015年12月9日は日本の作家、歌手、作詞家、タレント、政治家。放送作家としての別名は、秋行を、シャンソン歌手としての別名は、クロード野坂。落語家としての講座名は、立川天皇。1945年の神戸大空襲で養父を、下の妹を疎開先の福井県で栄養失調でなくす。 父は土木技師で戦後に新潟県副知事を務めた野坂助行当時野坂家の住まいは東京市麹島地区早草町だったが海月近くなって両親が別居。秋行は神奈川県鎌倉市小町で誕生した。実母縫いは自身を生んだ2月後に死別。生後半年で神戸の町密谷家へ養子に出される。11歳の時、戸籍投本を偶然に見て、 自分が養子であることを知り、後には妹二人も別々に養子として入る。その後、上の妹を病気で1945年の神戸大空襲で養父を、下の妹を疎開先の福井県春江町で栄養失調で亡くした。後に、福井県で妹を亡くした経験から、食材のつもりでホタルの墓を記した。終戦時から、 大阪府森口市などを2年間転々とする。なお、ホタルの墓の後、空襲で父母を亡くしたと、長らく詐称していたが、養父は実際に空襲で、行方不明となっていたが、養母は大怪我をしながら生きており、元から一緒に暮らしていた、養祖母も健在だった。1973年発表のアドリブ事助伝で告白。養祖母と養母と秋雪は、 森口氏の親戚宅に頼って暮らしていた。旧制大阪市立中学校在学中の17歳の1947年10月、養母の実家を頼り状況。しかし、11月に窃盗を働き、多摩少年院東京を出張所に送置されるが、ジップが保証費と隣釈放され、野坂生に戻る。旧制新潟高等学校分をつに編入。なお、 旧制高校文校の上級生に丸谷才一がいた。旧制高校在学中に学生改革が起き、1949年に新生にいいがた大学に入学するも3日で退学。多くの同級生が東京の大学へ入り、夏休みに戻ってきても相手にしてもらえない。後で知ったのだが、酒に溺れて気が狂ったという噂が立っていた。上京し果物屋でアルバイトをするが、 1950年、シャンソン歌手を志して、早稲田大学第一文学部仏文化に入学。早稲田大学時代の友人には、中島敏之、斉藤貴蔵がいた。新潟の禅寺、大英寺で修行した後、父の参議院出馬に、スタッフとして参加。1955年に再上京し、友人の紹介で、シャフ屋を開始。くれに 三木トリロー音楽事務所の事務員となる。寺での修行もあり、掃除が得意だったことがトリローに気に入られたという。1956年、トリローが有限会社上段工房を発足。専務職に就くが実質業務はトリローのマネージャーだった。経理ミスが発覚し、マネージャーをクビとなる。この年、大学を中退する。1957年、27歳で、 テレビ工房の責任者になり、阿ぎゆきおの筆名で、放送作家として、コントを量産。泉拓人君んで、CM ソング作詞家として活躍。作詞家としては、おもちゃのチャチャチャの第5回日本レコード大賞同様賞の受賞、放送局初の PR ソング、OBC ソングを作詞している。小林信彦編集の雑誌、ヒッチコックマガジンの表紙のモデルも務めた。 この作家デビュー前の時期、雑誌、北旦クラブに、富山和彦名義で寄稿していたことが、元編集者、飯田豊和により証言されている。60年安保闘争当時、野添陳平と漫才師コンビ、早稲田中隊、落第を組んで一時期活動していた。一方、雑誌等でコラムも発表し、百六十二年に刊行した、プレイボーイ入門で、元祖プレイボーイとして、 脚光を浴びる。また、ブルーフィルムを集めて自宅で上映することも趣味兼副業として行っており、その体験から書いた小説エロジシたちで1963年に作家デビューする。1967年にはホタルの墓アメリカひじきで直木賞受賞。また、社会評論も多数執筆するようになり、焼け跡やミーチ派を名乗り、その体験から既存の右翼、 左翼それぞれを批判してゆく評論活動を行う。また、講談社の編集者、大村彦次郎と、水郷連というグループを結成。メンバーは、当時の若手作家である、筒安隆、田中小美正、大沢秀夫、小中陽太郎、泉大八、滝田優、後藤昭夫、佐木隆三、安倍槙郎、花草良介、黒田聖太郎、吉村平吉、上野博士。 村松博、足立東子、金井三重子ら、中華そばの屋台の弾き方や、チャルメラの弾き方を習うなど、まさに水凶の遊びをした。作家としては、その後、1985年、和が闘争古血マロビツ闇を打つで、高段者エッセー賞を受賞。1997年に、同心園で、吉川英治文学賞受賞。2002年に、文壇及びそれに至る文業で、 泉教科文学賞を受賞。1972年、編集長を務めていた、月刊誌、面白半分7月号に、四畳半襖の下張りを、掲載。同年8月21日、刑法175条、わいせつ文書の販売違反で、書類送検された。1973年2月21日に起訴。1976年4月27日、 東京地裁にて、有罪判決。1980年11月に最高裁は、上告を帰却し、有罪が確定している。この頃、近東校を会長とするブライ派作家の集まり、野良犬会のメンバーとなる。副会長、柴田蓮三郎、メンバー吉行淳之介、黒岩十五など。1983年6月の第13回参議院議員通常選挙に、 第二院クラブの比例代表名簿1位として出馬し、同等が1議席を得たことで、参議院議員に当選した。しかし当選から約半年後に、田中角栄が、ロッキード事件の一進行犯において、実刑判決を受けたことをきっかけとして行われた12月の第37回衆議院議員総選挙に出馬するために議員を辞職。この間、野坂が国会で発言した会議は、 内閣委員会が一度、災害対策特別委員会が二度である。このうち8月11日の災害対策特別委員会では質問の順番が最後だったことと、そこまでの質問に対する政府答弁への不満から、今更僕が質問を重複してみても、新しい見解とか具体的な方策を引き出すことはとても無理だと思いますので、僕自身は質問を取りやめますと質問をしなかった。 また、10月19日の同意委員会では、国土庁長官の加藤武月の答弁中に、建設省に伺いたいと発言、答弁が終わるまで待つように委員長から求められると、延々とあんなこと聞いていたってしようがない。だから僕は建設省に伺いたいわけですと答えた。この質問では、野坂は火山噴火のあった三宅島の議員視察に同行したことに言及し、 視察が形式的なものだったことを批判して、やめた方がいいと述べている。総選挙では、野坂は田中角栄に挑む形で、同じ新潟3区から立候補し、全国的な注目を集めたが、遊説中に暴漢に切りつけられるアクシデントにも、見舞われ、22万票余りを獲得した田中を、脅かすには至らず、他の改選候補の議席も奪えずに落選した。2009年、 新潟市が主催する暗号賞の新潟市特別賞を受賞した。政治活動、編集2003年に脳梗塞で倒れてからはリハビリを続けながら執筆活動を行い、テレビラジオには出演しなかったが、TBS ラジオ、土曜ワイドラジオ、東京 A6 スケその新世界、6スケ7.8等90部の野坂明之さんからの手紙というコーナーで12年間、毎週近況を報告し、 月刊誌、身長45に、騙し案日記、毎日新聞に、各週で、7転び8置き、週刊プレイボーイに、日本への遺言を執筆した。妻が撮影した写真が掲載されていた。2015年12月9日、自宅で意識がない状態にあったのを発見され、都内の病院に搬送されたが、心不全による死亡が確認された。85歳没。 分段階切っての犬猫好き、酒好きである。酒に関しては、高校時代に酔っ払って、真っ裸で深夜の街を歩いたり、また、大学時代に酔っ払って、教室の窓から入ったり、などの武勇伝を残している。その後、1952年に、自主的に、精神病院に入院して、治療をしてからは、修羅の癖は収まったという。また、趣味の雑誌。 酒昭和47年新年特別号の付録、文壇首都番府において、東方よ、ちなみに、東方大関、三浦哲郎、池波正太郎、西方横綱、梶山俊之、黒岩十五、大関、吉行淳之介、瀬戸内春美などがいる。1990年10月23日、映画監督大島渚の新事婚式パーティーで、 挨拶を行う予定であったが、野坂が帰ったと勘違いした大島が、野坂の順番を飛ばして進行したために、当初の予定より出番が大幅に遅れてしまい、その間に大量に飲酒指名停してしまった。ようやく登壇し祝辞を終えると同時に、左後ろで野坂の挨拶を聞いていた大島の眼鏡が吹っ飛ぶほどのパンチを食らわすが、大島も負けじと、マイクで野坂の顔面を二発殴った。 後に、大島が野坂に謝罪の手紙を書き、野坂も謝罪して和解した。また野坂も、大島へ謝罪文を送り、大島の妻である小山明子には、お詫びの品として、ブラウスを送った。農業の重要さを訴え、自身で米を作る活動も実施。ゴルフのような、軟弱なスポーツは嫌いだと、中年になってから、ラグビーやキックボクシングを始めている。2000年から東京、 阿佐ヶ谷で野坂塾を開塾し、戦争体験などを語っていた。だが、2003年に脳梗塞で倒れて、以来、闘病生活を送っていた。麺類、特に蕎麦が好きで、鴨南蛮が好物である。宝島のバウに投稿経験あり、吉永さゆりと山口桃江の大ファンとしても知られている。サングラスとタバコがトレードマークであった。 日本のテレビ例明機において放送作家として活躍した。放送作家としての筆名は、あぎゆきを一度だけ、シャボン玉ホリデーの台本を書いたが、いくつかの歌の曲名と板がずらっと並んでいる。これが、本当のいたずらといった、つまらないダジャレを三つ四つ並べただけで全く、使い物にならないため、仕方なく青島ゆきおが書き直したという。 作家、小野坂秋雪は1 9五十年代から歌手活動もしている。歌手名はクロードの坂。歌手名のクロードはクロードをもじったものであり、素人ではないという意味だとされる。1 9 6九年にレコードデビュー。マリリン・モンドーノ・オリターン、黒の船歌、バージン、ブルースや本人出演のサントリーゴールド CM 曲であるソソソクラテスが代表曲。 黒の船歌は、元はバージンレコードから3000枚限定で、プレスされた自主制作版、打つとそうの収録曲で、その後1971年2月10日、日本コロンビアからシングルとして発売されヒットした。後に多くの歌手にカバーされており、中でも長谷川清のカバーがよく知られている。黒の船歌は九百八十年放送の桃屋、ご飯ですよ、の、 テレビ CM、思い出のフォーク編においても使用された。バージンブルースは、戸川純のカバーでも知られる。また、バージンブルースはその曲をモチーフに、藤田聡八監督により同代の映画化がされており、野坂もゲスト出演して、歌を歌っている。また、野坂と同じく作家、音楽家として活動する中原正也も、暴力温泉芸者名義のアルバムで、黒の船歌と、 サメに食われた娘の2曲をカバーしている。1970年代には、大学の学園祭の人気ゲストであり、女子大で4文字言葉を連発するなど、挑発的なステージであった。その模様は、大森和樹監督の自主映画、暗くなるまで待てない。にも収録されている。a 六ス小沢昭一と、中年の三夜を名乗り、 1974年には日本武道館でコンサートをするなど不定期で舞台に立った。クレイジー鍵バンドのライブにもゲスト出演し、共演を果たしている。その様子は、ライブ版、CKB ライブ青山246深夜族の夜からスペシャルゲストの坂秋幸にも収録されている。また、時折散りばめられる冗談なのか本気なのか紙一重のの坂独特の ユーモアは、時にシュールなものとして、1990年代以降、新曲マニアなどの構図化に注目、支持された。1999年には、幻の名番解放同盟編さんの、幻の名番解放歌集絶唱、野坂秋行マリリンモンローのリターンが P y により、発売された。CM ソング、ダニアースの歌では CM 中の衝撃的な野坂、 本人による畳のコスプレも、さることながら、極めてインパクトの強烈な歌詞と歌唱が、カルト的な人気を呼んだ。オリジナルバージョンとリミックスバージョンの2種類がリリース。されたが、今ではすでに廃盤となったこれらの CD シングル版は、ネットオークションに出品された際には、数千円から数万円程度のプレミアム価格で取引されている。西城秀樹のヤングマンが大ヒットした時、 それに対抗して YWCA なるカバー曲を発表。しかしライブ版にもかかわらず、低水状態で歌詞を間違えるは、歌を女性コーラスに任せっぱなしにするは、本人はただは見えているだけなどやりたい放題。その上歌詞の途中 YMCA に対抗した曲にもかかわらず、愛の手として YMCA と発言している。後にこの歌がラジオ番組、 小キンでは青。で紹介され、リスナーの爆笑を誘う。作詞活動の実績もある。特に1950年代後半から1960年代前半にかけて CM ソングを多く作詞した。おはよう。ナイスデー金曜日、EX テレビ木曜日、ビート、たけしの TV タクル、朝まで、生テレビなどのテレビ番組へ出演。 もっとも、名定状態で登場することが多かった。NHK、人間講座終戦日記を読むに出演。1986年、オールナイト富士の生放送中のスタジオに突然、現れ、レギュラー出演していたトンネルズら若年世代の、出演者に、浮かれた気分でいると世相が悪化するなどと説教を、した挙句、トンネルズのメンバーである、石橋孝明を軽く平手打ちしたことがある。 石柱出演者は、野坂の言動に黙って耐えていた。後に、トンネルズは、先生の得意なラグビーで勝負しましょうと野坂に、挑戦状を叩きつけたが、野坂が、あの時は酒に酔っていた。君たちのような若者とやり合って勝てるはずもないと、陳謝する形になり、騒動は終結した。一説には、トンネルズのブレーンとして知られた、秋元康氏らが間に入り、 両方の顔が立つ形で手打ちになったと言われる。挑戦状は一種のジョークという説が根強い。ダウンタウンのガキの使いやあらんで、ないで、野坂秋之が人生を語るという趣旨のコーナーに出演したが、実際は、チキチキ野坂秋之叩いてさあ何点。というダウンタウンが野坂に対して何発突っ込み等を入れられるかという企画であった。これを知らされていない野坂は、 頭を叩くなどした、浜田正俊氏を睨みつけ、頭を叩き返し、頭の叩き合いに発展した。この番組の収録直後も、浜田と野坂の間に不穏な空気が流れていたことを、松本人志が後に、自身のラジオで語っている。鶴瓶上岡パペポ TV の構成作家である、引田哲夫によれば、当初の案では、小腹亭鶴瓶と野坂のコンビを考えていた。詳細は、 番組の概要、エピソード、ルーツを参照。野坂の姓は、福井県に発するという。祖祖父は、越前福井藩主、松平吉長の家臣だった。身分は不明だが、ご一心以後、東京で筆足。祖父は、警視庁羅卒だったが、酒で失敗して、中年以後は骨董を扱った。父、小野坂助之一月生から1978年没、は四男。 かずめの抜ッ東京府立第一中学校、旧制第一高等学校、東京大学を出た典型的秀才だったが、父のすぐ上の兄はさらに秀才だったという。次系は陸軍大学校出身。父の兄弟は画家、軍人、実業家、役人になった。姉妹は軍人にとついでいる。聖母縫いは次男かずめを産み、秋雪の出産後ほど亡くして亡くなった。 母方の祖父は、明治末年に、熊本から台湾へ渡った山市である。植民地で金貸しを営み、傍ら工業を手掛けて、大変羽振りが良かった。父、僧女の5歳、恵美子は、活動弁士、西村楽天の長女。ママ母の父は漫談家、母は、小歌の師匠。ママ母は、娘時代、天才的三味線の演奏者と言われ、二代目。 キネヤ上官の息子四代目、キネヤ六四郎の嫁に望まれていた。兄の野坂恒之はジャズ評論家。妻は元宝塚歌劇団娘役で、シャンソン歌手の野坂陽子。長女はエッセイストの野坂真央。次女は女優の愛陽子と、揃って元宝塚歌劇団娘役。次女の夫は歌舞伎林方の十三代目田中伝左衛門。 やぶ禅蔵も、また養子だった。禅蔵は、明治三十二年東京に生まれ、母と世の次妹ことの突ぎ先張り三谷家の養子となった。禅蔵は、金貸しの未亡人金への次女愛子と結婚、金の長女縫いの次男、つまり老いの秋雪を養子とした。なお、作家、三島幸男の五代前の田沢江門まで、平岡家は、稲見郡関気村に住んでいた。 その南4キロメートル弱の地点が禅蔵の洋服の聖火だった。禅蔵は石油製品を扱った貿易商だった。長光谷家は秋雪が野坂家へ戻ったことによって断絶した。おばの久子は一生日陰の実、つまり目かけだった。面倒を見たのは著名な弁護士。久子は八王子の精神病院で死んだ。俳優の伊藤雄之助は、 父の五歳の重廷にあたる、乱用子、花影美希、野坂勝、野坂助ゆ野坂秋ゆ愛用子、野坂常行、縫き、ぬい、久子、さこ、野坂秋ゆ長蝶光谷善造、など多数、ありがとうございます。